はい、今 YouTube を見ていたらね、エラテンさんが立花さんのとこにね、突っ込んでいたね。17時、9分前からね、17時10分頃かね、演説しているとこにエラテンさんが文句を言いに行ったというかね、まあこういうやり方がいいのか悪いかはね、まあ別にして、結果的には立花さんがやった手法をエラテンさんがそのまま真似しているね、わざっとしているんだと思いますけどね、これは。このね、立花隆さんのこと、 N 国党のことに関しては、前にも僕は動画をアップしているのでね、僕の考え方はその動画で表現したと思うけども、僕はね、 N 国党に、を支持したんですよ、ね、立花隆さんも評価していた、ね、そしてエラテンさんの言うことも評価しているというか、非常にね、矛盾したことを言っている変なじいさんだなと思うかもわからないけども、前の動画にも言ってるようにね、この二人はね、よく似ているよね、ものすごく。病気というね、部分もある。まあ、それ以上にね、なんと言おうかな、お互い、他者に影響力を持てるだけの資質を持っているというか、ねえ。まあね、こういう表現をするとね、どっちかにちゃんと評価をすべきだとね、言われるかもわからないけども。ちょっと今ね、もう僕夜晩飯食って一杯飲むんだよね。一杯飲みながらこの YouTube 見た前からちょっと今飲みながら話している、晩飯早いよね僕ね。この2人はね、なんというかな、立花隆さんはね、変な話をするけども、なんというかね、僕の親父に似てるところあるよね。なんか知らんけども、僕はね、もう自分の親父はあんまり好きじゃなかったんやけどね、ほんともうちょっとまともな親だったらいいなとね、昔は若い頃は思ってたよね。まあ年を取るとね、まあ逆にああいう親でよかったんかなというようなことも思うよね、これもまた矛盾してるでしょね。そうなんよね、人っていうのはね、なんかね、通り一遍で物事片付かんのよね、本当に。なんちゅうかね、立花隆さんがうちの親父とよく似ているというのはね、どの点が似ているのかというとね、うちの親父はね、戦争帰りやったからね、戦争帰りでもうなんか修羅場をくぐり抜けてるよね、怖いものだし、だからまあその辺はね、立花隆さんもちょっと似てるね、ものすごくね。普通はあんなことはできないね、やっぱね。それができるような何か裏付けというかね、制御できるような力を持っている人ならそれもできるけどね、なかなかそれも そんなことがなくて、突っ走るというのはね、なかなかできるもんじゃない。まあこれはエラテンさんにも言えることやね、本当に。バックにいろんなものがなくて、単身で、まあ今回もそうやけどね、攻め込むということはね、普通の人にはなかなかできないんですよ、やっぱ。まあ今日ね、エラテンさんの凄さという動画を上げた直後にね、こういうような事態が起きたのでね、ちょっと追加で、話をね、しますね。何度も言うようにね、僕はね、ことのなんというかね、いろんな成り行き、なんか
成り行きというか、どうすればどうなるのかというのはね、もう僕の能力ではもうできないね。だからなんとかいろんな話し合いでやってもらいたいと思うけども、まあ話し合いができればね、何でもそうだけど戦争も起きないしね。はい、うるさいよ。はい、ちょっとね、もう猫がもう邪魔するわ。もう喋らんでいいことかな、これ。はい、まあそういうことで、なんか急遽一本動画をアップしました。これから先ね、立花さんと岩谷さんがどうなるか、みんなでちょっとね、見守りましょう。はい。はいよ、わかった。